ハリーがライブでお送りしています j w a v e ハローワールドここはですね、サイバーラボです。今週のサイバーラボでは、本格的な夏までに、まあね、似合いたいですよね、T シャツの似合うボディを目指そうということで、この方にお話を伺っています。j w a v e ハローワールドをお聞きの皆さん、そしてハリー杉山さん、こんばんは。 新日本プレス100年に一人の逸材、田中志です。今週は本格的な夏が来るまでに T シャツが似合う逸材ボディをゲットしましょうということで、誰にでもできる簡単なエクササイズを紹介しています。最終日の今夜は腹筋のエクササイズを紹介します。その名もクランチです クランチというのはですね腹筋の種目なんですけども、えー、皆さん腹筋運動を意識する時にイメージする時に膝立ちで寝、ね、っ転がって一番上まで「よっこいしょよっこいしょ」って起きるイメージがあると思うんですけども、えー、そうするとねあの腰を痛めたりしますのでゴロンと寝ていただいて膝を曲げてその状態からおへそを見るクックッとすごく小さな動きなんですけども。 頭を上げておへそを見るような、えー、運動これがクランチと言います、えー、この動きだけでお腹の筋肉が十分収縮されますのでこれをね30回から50回インターバルをあけてうーんそう2セットから3セットできるようになればいいと思いますで効いてるか効いてないかっていうチェックは、えー、クランチしながらお腹をグッと押してみてください えー、おへそを見た時に硬くなったらちゃんと効いている証拠です。えー、ぜひね皆さんやってみてください。練習の後は必ずプロテインを取ってください。ということで今週は一大的腹筋のエクササイズを紹介しました。えー、そして最後に告知です。 新日本プロレスは G1 クライマックスが7月21日から開幕します。なんと今年の G1 クライマックス決勝は8月10日日曜日、あの西武ドームで行います。えー、皆さんお時間ある方、えー、ぜひね、西武ドームに来ていただいて一緒に盛り上げましょう。今週1週間、棚、え、橋、ー、博士のエクササイズにお付き合いいただきありがとうございました。では最後にハローワールドをお聞きの皆さん、愛してまーす 受け取りましたいやー豪快ですね本当に棚橋選手ありがとうございました今夜はですねバッキバキな腹筋をゲットするためにどうすればいいのかクランチのエクササイズを教えていただきましたいや憧れますよでね、あのー、僕ぶっちゃけ人生で一回もちゃんとしたいわゆる 美しい6と8パックをゲットしたことないんで今、徹底的に実は食事とかやってるんですけどもちょっと睡眠があまり取れてないものがありましてですね結,結構ね、あのー、34キロ痩せちゃってる状態なんですよねワールドカップダイエットなんですかね、これは。ね、でも夏はすぐそこまで来ているということでまあ、棚橋選手みたいにこんなね、美しい三頭筋、胸筋。 T シャツに合いますからねうん夏はすぐそこまで来ています、えー、少しでも早くエクササイズを始めて、えー、田中選手のよううな逸材ボディ皆ささん目指しましまょうさあ今週の「サイバーラボ」では新日本プロレス100年に一人の逸材棚橋宏選手に T シャツが似合う逸材ボディーになるためのエクササイズを教えていただきました最後にはですね今夜もあ嬉しいですね棚橋選手から素敵なプレゼントがあります 棚橋博士のハイエナジーエクササイズ。ハイエナジーエクササイズ for men。手に入れろミセボディ。1日10分7日間肉体改造計画。さらに、えー、棚橋博士のハイエナジーエクササイズ。ハイエナジーエクササイズ for women。目指せ。美ボディ。誰でも簡単速攻ダイエット。1日10分7日間。 プログラムということですねこちらの DVD を男女1名様ずつにプレゼントさせていただきますえ住所お名前電話番号を、えー、書いていただいた上一材 DVD 希望と書いてメールにてご応募くださいえ当選者の発表は発送をもって返させていただきますサイバーラボ来週もどうぞお楽しみに